大変申し訳ありませんでした。マクドナルドを食べながらカップレチャンネルを撮ろうと言ってたのですが、30分以内で話していたのですが全部撮れてなかった。そして食べ終わってしまいました。さあ、ここからカップレチャンネル始めましょう。はい、では、じゃあししちょっとコーヒーでも飲んで、はい、さっきの僕はアイスコーヒーですね。インスタントコーヒーですね、私。さっきバリスタ入れたらさ、僕のちゃんと僕のちゃんタイプなんですけど、え、でも薄くない。でも粉がなくて、うん、あ、そうだっけ、麦茶みたいな。いや、出てきちゃったね。じゃあ好きなところ行きますか。はい、はい、私が好きなところは太麺で、うん、めちゃめちゃ責任感があり、うん、仲間をリスペクトしてる、うん、そして、はい、表舞台に立たなくても、うん、仲間を支えて、うん、仕事ばっかりで今日もそうだったけど、うん、疲れ果てて寝てたりとかしてそこまでとか思ったりするんだけど、うん、そこまでメンバーのために体を張ったり尽くせるところがすごい。仕事面では、プライベート面では、うん、辛かった時に、うん、たくさん支えてくれて、ゆうたくんに出会わなかったら私はこの道を選んでないし、自分のピアノで何か違う仕事ができるってことは分からなかったから、うん、ゆうたくんと出会えたことは、うん、私は多分今まで生きてきた人生の中で一番嬉しいこと。ゆたくんは、うん、私の失敗とか人の失敗とか笑わないし、うん、私って言葉を大切にしすぎるから、うん、言葉を重くこうめちゃめちゃこう受け止めすぎちゃうんだけど、うん、それをゆたくんは本当に責めるってことがないから、うん、そして許してくれてるから、うん、私も穏やかな気持ちで皆さんの前に立てています。はい、はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。僕は、まあ、顔が好みなのっていうことと、太陽のような笑顔、圧倒的なパフォーマンスで推移してられるような人に。推しの子ですね。まあでも、推しの子の最新話の7話のアクアが言ってた、その今言った言葉を、あ、なんかともちゃんもそうだなと思っていて、非常に可愛い。そのこのルックスはもう一目惚れですよね。愛が深すぎるよね、僕の認識はね。深すぎる。で、あとその本当にともちゃんは僕のことを失敗しても許せるって言ったけど、とも、うん、ちゃんもなんかこう全て笑顔で許してくれるじゃん。笑顔で笑顔で笑顔じゃん。こうやって、なんか僕らは最近なんかもう動画を、このゆたともとか動画をやってることで、なんか失敗したこともすべて、ネタにしてしまおう。さっきも、もう本当に、さっき30分ぐらいマクドナルド食べて、二人で、携帯の前で話してたのは、失敗してしまったんだけど、それをうまくこう、あ、これ練習だったと思って、これもネタにして、この動画を撮ろうって言ったぐらい、その、ともちゃんの、ね、太陽のような笑顔に毎回助けられてるし、あとピアノで言うと圧倒的なパフォーマンスだよね。うん、やっぱチームのネットの助けていられくれね、ハコちゃんとか何かちゃん素晴らしい、うん、でその新潟もこう協力してきて素晴らしいんだけど、うん、やっぱともちゃんがチーム新潟の位置に入ったことで一つこう格がランク上がったなと思って、それプラスともちゃんのこう、人柄みたいなところと一生懸命やる姿、うん、そういうものが YouTube の皆さんにも、届いてると思うし、それプラスチーム新潟のこう空気も僕が頑張ってるから良くなったってともちゃんは言ってるんだけど、僕はともちゃんが入ったことで良くなったと思ってるから。いろんな人に声かけとかしてくれたり、こういろんな人の、例えば今回もまきちゃんのやつ、ともちゃんやってくれるって言ったら、ともちゃん全部こうまきちゃんとこう話をしてくれて、僕そこまでなかなかできない人だったから、僕はともちゃんが入ってよくなったと思って。ああ、嬉しい。で、それプラス、あと、圧倒的なパフォーマンスと、吸い寄せられるような瞳。うん、本当に。本当にもう、この瞳は、この瞳はもう吸い寄せられるよね。目がパチッとして、もう、すごいこう、可愛いよね。まあね、二重だからね。うん、では、推しの子、7話、終わりです。何すんの？なんかよく、どっちの宣伝なのかなの。でも、うん、なんか今言ってくれたことに関連すると、うん、もう可愛いって言葉は無敵なんですよ。無敵だね、可愛い。で、好きな人にやっぱり可愛いって言われたら、変わってくるんだよね。
あんなにも可愛い可愛いって言ってくれる人がそばにいると、うん、あのなんかあこれ出していいんだとかこの自分出していいんだとか、うん、今の私があるので昔の自分の写真と比較したら顔も変わったっていう風に、あの親も言ってくれるぐらいなので、離婚したぐらいから顔じゃねえんだなみたいな風に思った、うん、があったんだよね、うん、顔じゃなくてその外見とかじゃなくてやっぱ才能だったりそうやってこう、うん、なんていうの魅力 それ以外の魅力の大切な部分が、うん、結構女性には大きく占めてる部分があるんだなっていうのが分かって、でいろんなもの自分のスキルみたいなものだったりいろんなものをこう尖らせていくっていうことをやった何年間だったりしたから、うん、だからそれほど外見に今これ見て 何年か前の僕の外見本当に知ってる人いると思うんだよ。あの子本当にもうなんていうのこうロングのこう、ね、あれ着てたけど基本的にもう僕3着着回したから ね、 いいよね。これ もあのブランドもんだけどともちゃんからもらってるから、ね、あそうそう、これ誕生日にあげたけど、ね、だから基本的に男性って清潔感とか大事だけど、うん、でも基本的にかっこいいだけじゃダメなんだなってことすごく分かった、うん、子供なんだけど仕事のことをどうしてもお互い好きだから話してるけど、ね、でもそれも全然苦じゃない。私も仕事が好きだから好きを仕事にして仕事と好きのその境目をなくしたいと思ってたから、仕事に本気になれないと結果なんかいろいろダメじゃん、うん、やっぱなんか仕事を頑張る男性は結構魅力的な部分がある、うん、カップルカップルしてる話じゃないんだよね。そうそう、私たちね普段からこんな感じじゃん。もう普段からビジネスっぽい話を再現してるから、うん、で本当にリタクはこう、うん、新しいものを取り入れるスピードが速いから、最近だったらチャット GPT、 あまたその話になっちゃうからだけどまあそういうのを例としても、で一つだけ忘れて、チャット GPT アプリになったんですよ本当にアプリで簡単に使えるようになったから最強です。まあ、さっきはちょっとネタ的にその推しの子のまあ推しの子 の7話のそのさっき言ったのを聞いた時にあともちゃんに当てはまるなと思って今回使わせてもらったんだけど、お互いにこう成長し合っていけるっていうのが一番です、うん、はい、私はゆうたくんが構成から撮影から編集から全部やっていて、あの編集を今少しお手伝いできてはいますけど、もうほぼ一人でやっているような状態なんですよね。あの私がこんなにも自由にやって皆さんの温かいコメントをいただけるのは、そういう私をゆうたくんだから撮ってくれるんですよ。だから本当にゆうたくんすごいんですよ。最後いいですか、はい、言葉はあの本当にアンチじゃなくても人を傷つけるから、うん、より慎重に、うん、あのコメントを書いていきたいなっていう私の気持ちで、そうなんか誰かが言った言葉だけど、あの言葉はこう人を傷つけるけど、そのそういうなんていうのかな、そういう言葉を言える人っている人は多分逆に優しい言葉も使える人でもあると思うから、うん、だからなんかこう向けてるベクトルをちょっと変えてみて、うん、いいね、見るとすごいいいかもしれませんね。本当本当、今の僕らのチャンネルではなくて、今のこのネットの、うん、そうネットのネットとかテレビとかもそうだよね。そう見てちょっと最近思いました、うん、最近をともちゃんはすごいなんかそういう自分のこと以外にも責任感を感じてしまう人だから、うん、やっぱそこにすごいあの違和感を感じてるってので今回言わせてもらいましたってことなんで、うん、でもなんか、はい、うん、あの人に石を投げるようなこう、うん、今の時代がもうちょっと、うん、なんかくれれば、それで挑戦した人、失敗した人、挑戦した人を応援できる時代に、失敗した人を許せるような時代になってくれればいいかなと僕は思います、うん、そしてやっぱ今挑戦したい人っていっぱいいると思うんですよ。そんな人たちもなんで挑戦できないのかなって僕思った時に、失敗した時に叩かれてしまうからとか、失敗した時になんて思われるかとか、そこを考えてしまうから挑戦できないとじゃなくて、そういうことを考えずに挑戦するってことをしてほしいなと思うし、失敗は失敗した時に考えて全然案外あのね、僕たちの挑戦なんてそれほど人に叩かれるような挑戦じゃなかった。でも成功したらね、あのすごいことじゃないですか、うん、だからあの失敗に臆せず挑戦をして、はい、それで皆さんも失敗した人に優しい気持ちで、うん、あまりこう石を投げないでほしいなというのが、うん、僕たちの今回の話のまとめになります、はい、ではひでだとともでした。バイバイ。
ないで僕が誓ったあの場所はずっと大切に育てていた縁がちいつか僕に会いに来てくれる君との日々は夢みたいだったよ。黒黒青春秋の空は明かし、ひらぎ揺れるのにはかかし、そして君の心はいつまでも青き。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画はこちらです。